視聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。以前麦わらだけで攻撃して攻略したステージ、落とし穴地帯をルガ族とコスモなしで攻略という縛りが来ました。その上超激レアのみです。どうなりますか？はい、星の確認です。星指定されてなかったから1でもいいんだけどな。それやったら多分後で文句が来ると思うから。そうか、ではゴー。何分超激レアだけなので最初の足止めを打つのに時間がかかり、全身を許してしまいます。御霊を準備したところ悪いが、カオル君に対しては使えても生ルケモルルでおしまいだぜ。地蔵を出していくタイミングはカオル君が口を開けたら次を出します。黒が王を出すまで倍速します。壁が高価な上なかなか出せません。結構苦しいな。ここで黒が王を出します。カオル君には有効じゃないぜ。生ルケモルルにはかなり有効なので、そこで資金を貯めて他のキャラを出します。時間がかかるので倍速します。壁は地蔵をタイミングよく出していくしかないのでコストがかさみます。他のウルトラソウルズは出さないのか。足の速さの関係と耐久力の問題で無理です。しかし倍速と速い、このステージの攻略を見るのって退屈だな。さあ笑えない状況です。カオル君は近づきすぎてどうにもならない状況の中で黒沢が近づいてきます。様々なキャラを出しましたがここまでです。黒沢相手じゃ悪すぎるな。お二人ともこちらへ。敗北を確認。リクエストしてくださった方と話し合いをした結果、壁2枚使っていいそうです。そこまでしてもらっちゃ悪いからさ、足の遅い基本のゴムを使わせてもらうよ。いいのですか？ちゃんとした壁役ならオッケーだよ。では再度頑張ってください。今度こそ負けられません。だったら確実を取ればいいものを。十分確実だよ。コストが低い壁なら1枚で十分。ではゴー。登場と同時にゴムを出して足止めします。大狂乱の方が良かったんじゃないのか。時間がやっぱりかかるので倍速します。ゴムをひたすら出して足止めして資金の準備です。さあそろそろいいでしょうか。最初は黒が王を出して生ルケモルルから片付けます。思うんだが何でしょう。壁がしっかりしてるんだから、ダディをさっさと出してカオル君の方を先に倒した方が安全じゃないか。確かに黒沢が出てきたらこんな狭いステージではどうにもなりません。でも時間をかけすぎるとブラックマが出てくるんですよ。ですから全体にそれなりの攻撃ができるキャラで攻撃しないとタイムオーバーになるわけです。そういえばブラックマが出るんだったな。それにですね、カオル君を先に倒して黒沢が出てきたら生ルケモルルと重なって攻撃しにくくなるんですよ。でも一匹倒した時点で出てくるぜ。まとめて 2,3 体倒せませんかね。焼け石に水だが確実に倒せるか。メガロを出したところで倍速します。黒沢が出たら通常速度です。さあここから本腰入れてカオル君を倒さないとまずいです。働き猫のレベル上げておいたらどうだ。結構お金が溜まってきてますね。ここでガオを出せばなんとかなるでしょうか。戦力は多い方がいいから出しておけ。まあ時間との勝負になったら出していくしかないんですけどね。結構危ない状況だよな。カオル君が邪魔でうまく攻撃できませんからね。メガロには思いっきり活躍していただきましょう。おい、厄介な位置にカオル君がノックバックしてしまったぞ。ノックバック回数が2回だったからやっと半分ですか。黒が王が力尽きたな。剣心とメガロ、ガオウに頼りましょう。時間がかかるので倍速します。まあこんなに狭いところですから剣心の攻撃にはあまり期待できません。すぐやられたしな。黒が王を再度出して攻撃に移ります。時間がかかりましたがカオル君を倒しました。でも黒沢の射程は長いからメガロはおだぶつだぜ。そうなりますよね。でも攻撃を与え続けてノックバックを出し続ければいけるんじゃないかと。攻撃回転の遅いキャラだぜ。この中では御霊が一番早いんだけど、メガロはやられて次の手を考えなきゃいけないな。壁を出しつつ攻撃の一択しかないでしょう。
このままだと次の攻撃を受けたら全滅だな。まだ手はあるよ。ガオーを出して攻撃に移ります。しかしトロイ戦闘だな。超激レアでの攻略なんてこんなものでしょう。効率悪いよな。やっと黒沢を倒したので城を叩けます。今更ですが地蔵を出します。出せるものは出していきます。城を破壊するまで倍速です。勝利。制限がきつくてもちゃんとした壁が追加されることで攻略が可能になりました。謎の骨を残しつつ、ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。無理なことも多いのでもうちょっと考えてからリクエストお願いします。さもないと、統率力が足りなくなるんです。深刻だもんな。